甲州遊戯商店の時代広場支店遊戯商店は、中華人民共和国にある国営の店舗で、1950年代に、設立当初は外国人観光客、外交官、国内外の政府関係者のみに商品を販売されていたが、現在は顧客に制限はない。1951年5月、北京、天津、上海、広州、新洋の5都市に、 多くの高級消費材を販売する商店が設立され、当時希少な高品質商品を特別に供給した。それから1952年10月には上海ビル1階に上海国際友人服務部が開設され、当時は規模が小さく知る人も少なかった。1950年代半ば以降、欧州諸国との交流が盛んになり、 外国人客の買い物ニーズの高まりに対応するため、こうした店舗が変貌を遂げ、上海遊戯商店が南京あずま百345号の東海ビルにオープンした。1958年2月26日から試験営業を開始し、これは外国人ゲスト、駐在員、政府関係幹部向けの総合店舗で、主に市場の厳しい有名な特産品や食品、日用品、 輸入品を扱った。1964年に北京遊戯商店が10日モンり25番地にオープンした。当時、遊戯商店は主に外国人や駐在員を対象としていたことから最もユニークであった。そのスローガンは、市場で最高の製品が欲しい、市場に不足している製品が必要、海外でファッショナブルな製品が必要なら、当店へ。 というものであった。大変な好評を得て、公衆にも新しく遊戯商店をオープンした。1970年代後半、中華人民共和国政府は、中国本土の対外貿易においても改革開放を実施し、中国本土の主要都市に遊戯商店を開設した。ピーナッツバターやハーシーチョコレートなどの欧米からの輸入品や、中国本土の工芸品などを販売した。 価格は原産地の市場価格よりはるかに高かったが、遊戯商店が輸入品の販売を独占しているため、顧客は選択の余地がなかった。政治的拘束力の影響で、初期の遊戯商店は商品の支払いに打艦元のみを受け入れた。商品には、ニューヨークタイムズなどの無修正の西洋読み物が含まれているため、警備員は、 一般中国人と思われる人が店に入るのを防ぐ。商店の入り口には立ち止まって見守る通行人や店内で売られている商品を覗き見する人がよくいた。1990年代に改革開放が進み、有料製品や海外製品が普通の商店でも手に入るようになり、遊戯商店の優位性がなくなり、多くの遊戯商店は閉鎖された。その中でも、 大都市の北京では移転、上海及び甲州ではまだ数点が残り、また中規模都市の調査、大連などにも残っている。日本には、遊儀商店という名称の東京店、立川店、大阪店が設立されているが、中国の遊戯商店との関係は公開されていない。ありがとうございます。